はい、こんにちは。まやチャンネルのまやはるです。です。だだ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 す。はい、今日はこちらですね。うん。プラレール、機関車トーマス。たためるトーマス、機関庫です。はい、こちらですね、このような機関庫だね。機関庫が入ったセットなんですけれども、なんとこの機関庫、広げることによって、操作場みたいな形にすることができるんだよね。しかもですね、この機関庫の下に収納バケツが入っているので、こういうところにプラレールをどん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 収納していくことができるね。レールもいけるね。そうそうそう、レールもいきます。あとこういうですね、機関庫専用のレールもついてるみたいですね。では早速開けていってしまいましょうか。うん。お、なんかゴージャスだね。お、はい、お、まず機関庫から。機関庫が取れた。そしてこちらがバケツだ。うん、はい、でこれが機関庫専用レール、うん、こちらがですね、畳めるトーマス機関庫ですね、うん、このような4車両が収まるようになっています、うん、でこの天井になんとトーマスのレリーフがありますね。しかも金だよね、うん、めっちゃピッカピッカ、ゴージャスだね。でもね、ほんとゴージャス、ゴージャス、ゴージャス。そして、これがですね、このような感じで開くようになってますね、うん、一番開いた状態でここまで来るね、うん、この状態で入店車台がここに繋がるみたいですね、うん、はい、機関庫専用レールをつけるとこんな感じですね。うん、なかなかいいね。そうだね。そしてこちらがバケツでございます、うん、ここにこの機関庫をセットできるわけだ、うん、バケツの上に乗せるとこのような感じになりますね、うん、そしてステッカーがついておりました、うん、それでこのバケツなんですけども、ひっくり返すことによって橋脚代わりにできるんだって、うん、橋脚の3段と同じぐらいの高さになるみたいなので、うん、これもちょっとやってみようか、後でね、うん、橋脚として使ってみましょう。うん、いいね、うん、ということでまずはですね、このステッカーを貼って機関庫をちょっと使ってレイアウトをしてみましょうか。うん、はい、機関庫にですね、4台の機関車入れてみましたね、うん、一番右にヒロだね、うん、これパッチワークヒロですね、うん、でトーマスでしょ、で、うん、フリンとルークだね、うん、でこの機関庫の後ろのレバーを引くと前に飛び出しますね、うん、ちょっと1個なんかやってみてくれる、フリン、ルーク、あ、そんな感じだね、うん、こんな感じで出てくるということですね、はい、ちなみにですね、今回このようなコースを組んでみました。機関庫を出たらこっちに行って、ドキドキマウンテン登って、ハロードがいいね。あ、そうだね。で、さっきのバケツ、これひっくり返したやつ、ここで使ってみました、うん、で、これくるっと1回転して向こうに降りて、で、こう折り返していくと。で、ちょっとここで問題だったのが、レイアウト失敗しちゃったのが、機関庫にまた戻ってきちゃうね、これね。こうやって回ってこう行けばよかったんだ。そうだね、ちょっと失敗しちゃった、ここレイアウト失敗しました。これ転車台にしてもいいんだよね。そうそうそう、転車台にしてもいいからね。あの入転車台とつなげればいいんだよ。そうなんだよね。その方がちゃんと丸くもう一周できたりするんだよね。そうだね。よし、じゃあまずヒロから出発しましょうか。はい、はい、行ってください。行った。そして今度はフリン。おい、行った。イエーイ。あ、ちょっとフリン遅いな、これはやばい。パッチワークヒロが早いぞ。ヒロ早いな。レンジスパス壊れてるんだね。早い。フリーはまだあそこに来たばかりなんです。あ、そしてフリーお帰りなさい。あ、フリーじゃない、ヒロお帰りなさい。プリンお帰りなさい。お帰り、ああ。もうちょっと前だね。今プリンが行ってた。プリンがもうちょっと5分ぐらいに出てないと行ったら面白そう。はい。実体交差。お。しまったな、そのレイアウト。毎回そこでエシックにあれだな、折り返ししてもらわないといけないな。ああ、あんなスピードが出発しないから、火を火を通る。あっ、5度ない。5度の遅いの。5度の最近電池入れたばっかりなのに。火を変えなさい。追突されたよ、今5度。
お帰りなさい。ヒロ、お帰りなさい。いや、まだ一発するぞ。もう今のめっちゃ絶対怖かった。絶対行動してたのに。はい、ヒロお帰り。ヒロお帰り。はい、ゴードンお帰り。ゴードンお帰り。ヒロって、まずいことになってるよ。そして現場に戻ろうとしたとき、ガーン。はい、ということで今回はプラレール機関車トーマスの畳めるトーマス機関庫でした。